はい、こんにちは。ギター講師、クレイ講師の斉藤正人と申します。はい、それでは、今日平部ですね。2段目から、やっていきましょうか。前回ね、イントロ、まあ、つまりハワイアンバンプ、バンプの、ここまでやりました。このフェルマータで音を伸ばしてもらって、に入るんですけども、まずここでですね、アテンポっていうね、あの表現記号が書いてあるんですけど、ここでまあまたテンポ元に戻りますよ。伸ばした後こうフェルマータで程よく伸ばしてもらって、でその後アテンポでまたリズム元に戻るんですけども、ここのタタンタンタタンタンですね、これを、どう弾くかなんですけども、いろんなパターンがあります。ジェイクさんの先に例から言うと、ジェイクさんどうやら指3本使ってるんですよね。タタンタンで親中人、親中人でタタンタン、指3本使ってるんですよね。どうやら他の部分もおそらくジェイクさんこの指3本で使われてると思うんですけど、ここもタタンタンも指さんも親中人タタンタンで、これがまずパターン1だとしますね。タタンタン、僕結構親指と中指も使うんで、この2本でやると、これ中親中で人差し指使わないパターンですね。はい、であともう一つパターンとしては、親中中がですね、これも人差し指やっぱ使いません。人差し指を使わない時の親指と中指の動きをですね、円滑にしたいので、人差し指をがこの弦に近いとこれ邪魔なんですよ。人差し指結構ピッと上げてください。ピッ、そうすると親指と中指のこの軌道範囲が広がるんで、人差し指をこのバランス取ってもらって、キュッキュッと上げてもらって、はい、やってみてください。であとはこれも慣れです。最初は多分早く動かないと思います。ダンダンみたいな感じでね、はい、なんかどれがいいんだろうっていうのをこう自分の中で、はい、ご自分の中でいろいろ試して、それを繰り返し練習してください。はい、しばらくやらないと多分だんだん速くなってこない。いきなりやって、あ、できた、イエーイみたいな感じ、多分なかなかならないパターンだと思うんで、そこはですね、ちょっと根気強くやってみてください。どうしても分かんなければ、これオンラインレッスンやってますよね。もしかして、そう。で、こうタランタンってこうね、何かしらのコマ、また3つご提示しましたけども、ちなみに別のパターンでももちろんいいですからね、こっちの方が合理的だ、自分の中ではやりやすい、音もいいっていうことであれば、そちらでね、やってもらってもいいと思います。はい。で、そしたら次3段目に入って、2回繰り返すとこになってます。でそしたらですね、次1弦と3弦まず同時に弾いてから4弦開放弦親指ですね、はい、ここまでをね、タタンタンだけを練習するんじゃなくて、慣れてきたらその後の展開もここら辺までね、合わせて練習するといいと思います。次201ですね、 F のコードになりますね。要はね、中指が4弦2フレットで3弦開放弦、2弦1フレットで人差し指を押さえて1弦開放弦で、人差し指のここまたネイルアタックっぽいストロークになります。ネイルアタックですね。はい、ネイルアタックについてはね、パート1ぜひねご覧ください。キャッみたいなやつです。でこれ1弦の開放弦になってないんですけども、楽譜にはね201としか書いてなくて、人差し指のこのネイルアタックすると絶対1弦になっちゃうよねっていう方はですね、ちょっと
ゲームセットのひょっとしたらなってないのかもしれないですけども、多分たまたまなところもきっとあると思うんで、この4、特にハイ G だったら、4弦の開放弦と、あ、4弦のこのね押さえてる2フレットと1弦の開放弦が同じ音なので、人差し指勢い余って1弦になっちゃってもいいと思います。はい、僕はそんなに気にしないです。なんかここ打楽器っていう感じで、なんか和音を正確に鳴らすというかは、なんかこうアタック音でね、こうリズミカルな部分だと思うんで、そこはピアノ的な考え方すると全然理解できないと思うんですけども、打楽器だと思ってください。ここ、こうですね。はい、じゃーん、でじゃーんって F のコードね、押さえてジャンと鳴らしてもらったら、次小指そのまま1弦3フレットです。 F の形、人差し指と中指を離さないでください。はい、ここでジャンって鳴らした音もったいないんで、やっぱそのままその和音が続く限り、伸ばしてください。ここだとちょっとね、コードネームが違って C になってますけども、ここまで、次1弦3フレットだけだと思って、こうジャンって鳴らした音をこう一度離して、次の音を押さえないでください。必ず F のコードをキープしたまま1弦小指が3フレット、これ最後和音ね、きれいに響いてますね。このつな音のつながりがすごく良くなるので、これめっちゃ大事です。常にソロウクレレの時ってね、心がけてください。で小指がそのまま5フレットに上がります。5フレットに上がったらさすがに他の指きついので、しかも一瞬だけなので、まあ他の指ね、人差し指と中指離して OK です。で次は1弦5フレットですねと3弦の開放弦を同時にまたね、親指と中指でこっち弾きます。で弾いた瞬間、これね、今小指が5フレットに来てますね。先ほどの流れからここ必ず小指になってると思います。で小指でちょっと頑張って7フレットまでスライドです。5フレットの音を弾いたら、まあ、3弦開放弦も同時ですね、弾いたら7フレットにスライドしてください。小指はできる限りしっかり立ててください。これなかなか多分立たないと思うんですけども、これ、ね、ピターンってなっちゃったりとかね、指がふにゃふにゃってなっちゃったりするで、なんかこういうふうにね、こういうふうに 逆反りになっちゃったりとかしやすいんですけども、第一関節立ててください。できればです。はい、もうね、多分心がけていけばちょっとずつね、変化していくと思うんで、でスライドしますですね。で4弦開放弦ピャン、セオリー通りですね。ね、で4弦開放弦軽く弾いたら、で次の2弦と3弦の開放弦は親指と人差し指でつまむ形の、これネイルアタックじゃない音ですね。はい、これはもう聞き分けます。もうCD 聞いて、あ、なんかチャーンっていうこうね、爪が当たったような音じゃどうやらなさそうだなっていう感じですね、もうね。はい、でそういうね、なんかそういう研究がなんかできてくるとね、こう楽譜見てもなんとなくこうね、分かってくる部分も多くなると思います。で4弦と 3弦と2弦ですね、親指と人差し指でつまんだら、もう一回2弦の1弦開放、あ、2弦開放弦を人差し指で弾いて、で人差し指で次ね、2弦1フレットを押さえますね。でその後、薬指で2弦3フレットを押さえて、でその後その指、まあなるべく押さえたままでも、で薬指、あ、小指が1弦3フレットっていう感じですね。はい、薬指と小指ここで、ね、くっついてるとね、非常になんか音色もね綺麗だと思います。音つながってますね。はい、で次213です。小指1弦3フレットですから、先ほどと同じ場所ですよね。はい、離さないでください小指。で2弦1フレットが人差し指で、3弦2フレットが中指ですね。で4弦開放弦ですけども、はい、ここでニョロニョロマーク312のこの音符の横に書いてますから、これクイックアルペジオみたいなイメージなんですけど、名前はまあどうでもよくて、このまあこれ全部同時にこうバーンって弾くんじゃなくて、
上から順番に1本ずつちょっと時間差を置いてずらして、アルペジオの和音を鳴らす。これが、クイックアルペジオです。最初ポイントとしては一瞬でもいいのでこの弦にまず弦をあの指をくっつけて、でそこから1本ずつこうちょっとキュッとこう力入れて、ちょっと動かせばもう音弾いて鳴るよっていう状況にしつつペローンってこう剥がす感じですね。最初ゆっくりでもいいです。結構これ早くできない方多いと思うんですけど、なんかこれくらいでもいいですから、やってれば必ず速くなります。はい。で、4弦開放弦弾いたら次1弦と4弦の開放弦、これもクイックアルペジオなんでタタン、少しずらすですね。同時になっちゃうと非常に色気がないんですよねみたいな感じになっちゃうんで、はい、いいですね。なのでこれ、ね、大事です。クイックアルペジオ、他のバラード曲でもやっぱ基本的なテクニックだと思うんで、しかも3本でまだやりやすい。これ4本とかもやりますからね。はい、ありますから、まあ、あの指3本から練習してみてください。はい、でまた、ね、リピートマークがありますから2段目に戻りますね。今やったのを、まあ、2セットやればと思います。でそしたら次リハーサルマーク B に行きます。で、まあ、ここで2番に行くっていうイメージですね。全部でこの曲5番大まかにあるよっていうことだったんですけども、一応ここで 2つ目に行きます。はい、1弦3弦とタンタンタンの3発から始まります。まあ、中指バンバンバンで3回でもいいですね。はい、そしたらタン、はい、タン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 ツンタンツンですね。1弦と4弦こう交互に行きますね。右手は3フィンガーの要領なんで、4弦と3弦が親指担当、2弦は人差し指担当で、1弦は中指担当が基本になってます。で、あの応用が結構多いのであくまで基本です。で次人差し指がね2弦1フレットに来て、またニョロッとがね、クイックアルペジオありますからちょっとずらすと。はい、ここももう早速応用で親指と中指で2をね、あの弾いてもいいと思います。はい、でこの2弦1フレットを押さえっぱなしにしながら、中指で1弦2フレット、薬指で1弦3フレットで開放弦、人差し指を押さえっぱなしにしてください。まあ、要はこの音がねルート音というそのコードの一番低い音、ベース音ですね。はい、なのでこれをのこんな感じで、あの音が途切れ途切れになっちゃいますんで、人差し指の2弦の音は鳴らしっぱなしにして、まあ、メロディーを弾くというやっぱりね、あのソロプレイの基本になっています。はい、で、次2弦3フレットですね、薬指で押さえてもらって、はい、もうね、あの2弦3フレットずっとっていうフレーズですね。タン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 。3フレットは薬指で、まあ、2弦は開放弦で人差し指が2弦1フレット。これが1小節のメロディーで、親指がドンツドンツ。やっぱねこういうメロディー、あのなんかリズム感ですよね。タッツ。っていうねフレーズです。1、2、3、4、1。はい、ちょっとリズムね、あの2拍目裏にやっぱ親指が入ります。タンツンツンタンツンタンツンタン。はい、ちょっとですね覚えてみてください。で最後の小節がこれね、あの、2弦3フレット薬指で、あと全部開放弦ですからね。こう
右手も人中人親ですね。で薬指そのまま押さえておいてもらって、中指が3弦2フレットに行きますね。で同時にで薬指だけを離して次2弦1フレット人差し指です。でまた中指3弦2フレット、中指を離さないというのがポイントですね。で薬指が次1弦2フレットで親指とで中指でこう同時にこう弾くっていう感じです。はい、そしてまた繰り返すと。で 2回やるとやっぱりね、2ページ目にね入っていきますね。ここでもやっぱりねバンプが歌と歌の合間にねこうありますね。うん、3回、いや2回、2回半みたいな、そんな感じですよね。毎回2回半入るっていうイメージですね。はい、で次リハーサルマーク C なんですけども、はい、ちなみにこの1段目ね、2拍目裏にあるこうネイルアタックの音、2弦と3弦の開放弦だったにもかかわらず途中で1弦の3フレットがこうね入ってきてますよね。これちょっとストロークが大きくなってなんか盛り上がってきたなっていうなんか雰囲気だと思うんで、しっかりこうねこの薬指で1弦3フレット C のコードを押さえとかないとダメってことですね。はい、で335をね上がっていきます。1段目の最後です。でリハーサルマーク C に入っていきます。ここが難しいですね。はい、サルマーク D に入っていきます。はい、で、ここなんですけどまず7フレット1弦7フレットですね、ここから入るんですが小指で入ってください。で3弦の開放弦と入って4弦開放弦1回入って、人差し指は2弦3フレット、ここを押さえておいてください。で2本1弦と2弦で同時に鳴らしますね、7フレットと3フレット。そしたらそのままそれぞれこの2本の指がですね横にスライドするんです。小指は7フレットから8フレットで、人差し指はちょっとね幅が違いますけども3フレットから5フレット2フレット分、小指は1フレット分で人差し指は2フレット分スライドする。はい、これはもうですねパワーです。力技、裏側の親指ちょっと横向きにしてもらって小指ね使いやすくします。でこの親指で前にこの2本を押し出すっていうイメージですね。ぐーっと指先でこう力入れてもらって、最初はですね多分指先痛いと思うんですけども、痛いのが普通ですもうね、はい、指先だんだん多分ねだんだん硬くなってきたりとかちょっとたくましくなってきます。はい、でなるべく指先で立てる押さえるということと、まあギュッと押さえる、で親指でこの形ねキープしつつ押し出す、小指は1フレット分で人差し指は2フレット分なので、この感覚とか指の動きはもう繰り返しやって慣れてください。で右手も結構強めに弾いてください。普通に弾いてるとこんな感じでもうスライドした時には音もう稼いでなくなっちゃってるって感じなんで、もうバチンっていうぐらい強めにこう引っ掛けてください。もう恐れずに、もう引っ掛ける。弾くって感じです。ここダイナミックやってください。
はい、恥ずかしがらずに、ちょっとご近所さんもね、ちょっとすいませんって感じで、思いっきりやってください。はい、責任は取らないですけどね。はい。で、そしたらもう一回3弦の開放弦と同時にそのね850鳴らしますね。でまた戻す。はい。ですね。親指は動かさないでください。親指動かすと踏ん張り効かないんで、親指でこう押し出したり押し戻したりっていうね、そういう感じです。踏ん張り効かしてください、親指で。はい。で、2小節目に行って、また親指の中でこうずらしたら、1弦5フレットの時になんか2弦開放弦あるんですけども、これまあなくてもいいのかな、あってもいいかなっていう感じなんで、そんなに気にしなくてもいいと思うんですけど、まあ、薬指とかでね1弦5フレットやったら、で僕2弦の開放弦を親指でやっちゃうんですけどね、まあ何でもいいと思います。はい。で人差し人差し指でもいいですね。で最後1弦3フレット1弦3フレットですね、人差し指で押さえます。で親指4弦ね、トントンとこうね、歌の合間ですね、ここちょっとこう間を取ってちょっとちっちゃいですね。はい。で、335、また同じですね、人差し指と中指で335で、まあ4弦開放弦もね最後にこう一緒に加わりますね。はい。でまた小指が1弦7フレットに来て753、まあ1弦7フレット小指とかで、で5フレット今度中指、また人差し指3フレットっていう感じですね。はい。っていうね、753335753ね、メロディーがこうなってますけど、まあ、人差し指と中指と小指で固定しとけば、人差し指押さえっぱなしでいいですよね。はい。なので人差し指でなんかね、こう固定させる、で音滑らかにつながるようにするっていうね、考え方でいいと思います。指斜めにしないと多分ちょっと小指とかもきついんで、人差し指をですね、親指がちょうど5フレットぐらいの裏に来ると、人差し指はちょっとこう後ろに引くイメージで、で小指ちょっと出すっていう感じで、もっとそもそもですね、親指が下の方に来ると7フレット遠いなーって多分感じる方多いと思うんですよ。で多分ここら辺で弾いてたんで、なるべく動きたくないなっていうイメージで、多分こっち側にいると親指がやっぱこう高い方フレット弾きにくいんで、ここはもうここら辺使うんだったら、そもそもここら辺の中央に親指あれば7フレットなんてなんとこだね、すぐそこにあるという感じですね。ハイフレット怖くないんですね。親指の位置によって全然弾き心地変わりますから、やっぱこううまいこと探してみてください。非常にね、気づきにくいところだと思うんですけども、演奏者見てもね、見えないですし。はい。で人差し指ちょっとこう手前に引いて指出す、で中指はすぐそこにあるって感じで、これね、多分ちゃんとしたフォームで弾けば357フレットの1弦っていうか全部指を押さえられると思うんですよね。全部押さえたまま、人差し指も結構斜めになってますけども、こういう風にね弾くともう届かないってなっちゃうんで、こういう感じですね。はい。人差し指なんかもこういうイメージです。はい。このままここにある、人差し指を伸ばさないっていうのが結構ポイントですね。はい。指短いとか長いとか関係なくて、フォームの問題ですから、多分ね、本当になんか4歳のお子さんとかじゃない限りは、多分ソプラノでもコンサートテナー多分届くと思うんで、はい、大人だったら多分大丈夫なはずです。はい。で3小節目ですね。
で次、まあ、1弦と3弦の2フレットなんですけど、人差し指でペタッと押さえてもいいですし、まあ、人差し指と中指でね、あの3弦が人差し指ですね、で中指で、1弦の2フレット、これで押さえてもらってもいいです。で、まあ、この指を押さえたまま次あの22でね、1弦が352になるんですか、というふうに薬指と小指で余ってる指で、3フレットと5フレットを押さえてください。もしきつければ人差し指ベタッとこうね制覇、まあこれもねちょっと難しいですけども、1弦と3弦人差し指でベタッと押さえたら中指が今度ねあの1弦3フレットで、小指はやっぱり5フレットと、はい、どちらでも OK です。やりやすい方でやってください。でまた C のコードになって、でまた335になりますから、次2段目はまあ 今やったやつのほとんどフレーズ繰り返しだと思ってください。1小節目なんか丸ごと同じですね。2小節目もまあほとんど同じ、なんか誤差の範囲内っていう感じですね。はい、なんか4弦弾いたりとか、なんか弾いてたり弾いてなかったりするね、あの弦あると思うんですが、メロディーは一緒なんで、とりあえずそこまで気にしなくていいと思います。これ2小節目ですね。はい、で次、3小節目753で開放弦ですね。これもやっぱ小指中指人差し指でたで、次また G のコードになるんですけども、これは制覇じゃなくて人差し指と中指で1本ずつ押さえてください。じゃないと弾けません。親指と中指で1弦と3弦同時に弾いてもらって、2フレットと2フレットで中指を離してください。人差し指そのままです。人差し指は離さない。で中指でまず開放弦は一度弾いてもらったら中指で2フレット叩きつけてハンマリングです。でそのまま下にこう引っ掛けるようにして、こう回したいんですね。中指をピッとこう上にこう上げるんじゃなくて下にこう引っ掛けてください。そうするとプリングになりますから、これね。でこれを開放弦弾いたら押さえて離す、押さえて弾いて押さえて離す、弾いて押さえて離す、開放弦を弾いて押さえて離す。これで3を3連です。タンタカタタンタンで4弦開放弦すぐ弾いたらまた中指次1弦に入れた。はい、中指の動きはですね、人差し指をちょっと浮かさないといけないんで、指を結構前に突き出してください。で中指をこう大きく動かす練習から始めてください。こういう風にこれぐらいちょっとしか動かさないでハンマリングは成し得ないので、まずは慣れるまでこう結構ここら辺の筋肉疲れてくると思うんですけども、筋肉でハンマリングしてください。やってればだんだん慣れてきます。はい、動かねーってなったらこうおりゃーってこう筋トレしてください。同じ動作をひたすら繰り返す。人差し指はそのままだんだんきつくなってきます。ここきつい、乳酸溜まってきた、はいって感じで鍛えてください。で次また C のコードですね。でまたハワイアンバンプです。で次リハーサルマーク D ですね。ただだんだんちょっとまた音増えますけど、右手ね、こちらまた次回ご説明していきたいと思います。はい、最後にですね、今日やったところちょっと通しましょうか。全体的にゆっくりやりますね。繰り返します。
はい、では、次回ね、逃がすラマーク D 以降、やっていきたいと思います。ではでは、頑張ってみてください。もしよろしければね、チャンネル登録やいいねボタンを押していただけると嬉しいです。わかんないことがあればね、オンラインレッスンもやってますので、機会にぜひお申し込みください。じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。